こんにちは、デザインプラス函館店の辻田です。本日はレディースアイテムをご紹介していきたいと思います。こちらのブランドさんなんですけれども、新しく取り扱いするブランドさんなんですが、ナディア・ムーンというブランドさんになります。こちらのナディア・ムーンなんですけれども、しなやかでシンプルな女性をテーマに作られたブランドさんでして、新しい自信をまとえるお洋服を作りたいと2020年2月にスタートしたブランドさんです。こちらなんですが、お素材がコットンと紙を使用しておりますので、お洗濯した後もちょっと乾きやすい素材感かなというふうにも思います。一番特徴的なところとしましては、もうお袖の袖口がリブになっておりまして、ちょっとこちらの方が少しこうタックが入っている感じになってるんですけれども、リブになっていることで隠し上げやすく、ここのたまりも下がってこなくて、ボリューム感も保てるっていうと、こちらがデザインにはなってるんですけれども、どのようになってるかというと、中の方でループがついているゴム状のループがついてるんですけれども、そこをボタンで留めているので、外すとまっすぐの袖口にもなりますので、ちょっとアレンジされているシャツとなります。シルエットは程よいややフレアなシルエットになっております。ここの方にはスリットも入っておりまして、前の方をパンツとか、あとスカートの中にもタックインすることもできるので、そこも着やすいポイントかなというふうにも思います。最大の特徴です。このブランドさんのナディア・ムーンの代名詞ともいえるフリーツなんですけれども、こちらフリーズを施している後ろ側のスタイルがこのようになっております。こういうデザイン性がありまして、少しここでちょっと調整を効かせることもできるので、きれいに着ていただけるかなというふうにも思います。一番ちょっと女性が気にするところで、程よい A ラインみたいなレアになってる、フレアになってることによって、腰回りをしっかり隠してくれるところもおすすめのポイントです。後ろ姿をちょっと見ていただけると、このような感じになっております。で、お袖も隠し上げやすい袖になっておりまして、今はこのようにちょっと立ち上げてもいいのかなというふうにも思います。かなりデザイン性もありまして、1枚でももちろん主役のシャツなんですけれども、今今年のトレンドとしてはジレとかをさっと羽織ってあげてもお袖とかのボリュームもバランスいいかなというふうにも思います。お色なんですが、私今着てますホワイト、そして新しく加わったこちらのブルー、このようになっております。そしてオレンジ、こういうようなベージュですかね。手頃にもちょっと近いかなというふうな感じのお色になっております。こちらは3色でご用意させていただいております。かなりと1枚でも着回しがつきます。そしてこれからの季節、夏にかけても重宝していただけるんじゃないかなというふうにも思います。パンツ合わせとしましては、
ちょっと細めな感じのセンタープレスのこちらのパンツも相性がいいかなというふうにも思います。このような感じで合わせていただくと、色味的にもいいのではないでしょうか。お好みでハサミのデニムと合わせるのもすごく素敵かなというふうにも思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。